おすすめのグミはピュレグミのプレミアムのルビーグレープフルーツ。ひーちゃん、はやかです。ということで本日の企画は、会話中にフルポンの曲の歌詞を入れてもバレない説。バレるやろかね、それ言ったらもう始まんないの企画が。癖強いやん、だってヘルフォンの曲って。え、わかんない、どうしよう。頑張ろうね。うん、頑張ろうっていう感じでちょっと不安な2人なんですけど、うん、4人に仕掛けていきたいと思います。はい、はい、ということで、その前に私たちフルポンですね、6月16日に、代官山ユニットさんで紅白無料が開催決定いたしました。めちゃめちゃ頑張っているので、ぜひここの概要欄からチケットを買って遊びに来てください。お願いします。お願いします。ということでやっていきましょう。ポンポン、はい、入れたい歌詞、なんか言っていきたい歌詞、これは絶対言いたいねみたいな。ひーちゃんのところや。なんだって、描いたりそう大丈夫そう、うん、でもリズムに乗んなくても描いたりそう大丈夫そう。え、それはバレる。え、やばい、うん、え、でもさ、大丈夫。え、難しい。この企画大丈夫そう。ダメそう。え、でもトリバーワイミーの話していくと、うん、分かって構ってねとか。ああ、でもはるか使えそう、それ、うん、あ、全て教えて。うんうん、ちょっと使いやすそう。とりあえずでも流れに任せないとだよね、もう。確かにね、もうこんなにね、こういう作戦でやったら絶対破るやついるからさ。じゃあ流れに沿ってやるしかない。流れに沿って、はい、で、まあ、あの手としては、あのみんなに質問、まあ、なんか視聴者企画みたいな、そうそう、裏企画客室みたいな感じでやるんで、そこで、まあ、みんなに和室に回答してもらって、そこでうちらが、うん、まあ、その答え、アンサーじゃないけど、なんかそれで歌詞を入れてく、ぶっ込んでくみたいな、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、それではみんなを待ちます。ポンポン、今日の気分は元気ヒーちゃん、おつまん、はるか、れんぽん、まいまいです。ということで本日の企画は百質答えてみよう。いろんなね、質問を集めてきました。はい、まあ、この世にはね、あの、答えてもらいたいと思います。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。いきますか？はい、一問目、はい、今思い出しても悔しいことは？え、あの、はるか、あれかも。何ですか？こんにちはの時にハローって言っちゃったこと。それが悔しいの？悔しいの？悔しいね、ちょっと、ちょっと待ってみたいなね。ハロー、ちょっと待って、今なんて言ったの？マジセイ？セイ？そんな感じだな。何言ってるか分かんない。あ、みんな、え、なんだろう。うちは、まあ、うちもあるんだけど、まあ、ちょっと調子に乗っちゃって、うん、なんか好き、ね、好きとか口走っちゃってさ。大丈夫？ちょっと悔しい気持ちがあった。なんか結局振られちゃったから、ちょっと悔しい気持ち。あ、好きだった相手に。そうそう、帰り道に頬が漏れそうで、間に合わせようとしたのに、あ、出た？あの、人権を失ったこと。あー、なんだろうな、バス間に合わなかった時とかめっちゃ悔しいよ、ちなみに。あー、目の前で電車行った時さ、そう、めっちゃ悔しい。そう、え、なんかちょっとさ、1分前に出る電車とかあるよね。え、もう嘘よね、あれ。無理無理、マジ無理無理。ね、確かに無理だよね。無理無理、うん、無理無理、そういうのあるある、さすがにね。食べたかったお菓子腐ってた。でもお菓子買ってさ、腐るまで置いとけるのすごくない？確かに、食べないんだもん、うん、で、いらない、いらないってダメじゃない？ああ、今はいらない、いらない、そういうこと？あ、じゃあ、愛とお金、どっちが大切？愛、愛、愛。本当かよ。みんなさ、絶対さ、動画回ってるからさ、なんかさ、愛とか言ってるけどさ、うん、でも勇気を出して言ってみたらいいと思う。勇気を出して、だって愛がなかったら悲しいもんだから。愛だよ。50年後どんなおばあちゃんになっていたい？ああ、え、私生きなくていい。あの、愛してるみんながこう周りにいるときにこうもっと泣いてほしい。でもさ、悔やんでほしくない？死を構ってねみたいな感じなんだね。なんだっけ、それの前、うん、なんだっけ、構ってね、分かってほしいし、構ってほしい。あ、そう、分かってほしいし、構ってほしい。なになになに、マジ？それ入るか、歌われる。私だけのものみたいなね。私だけのものにしたい、すべて。あ、私だけのもの。え、明日から YouTuber として生きることになったら何をしますかなんて質問。今なんだよね。なんだよな。でもバンジージャンプとかしたよ。ジャンプ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 。うちら歌ってるのにバンジーしたことないんだから。え、ほんと食べたい、あ、食べたい、あ、そっちで。え、じゃあジャンプジャンプ食べたい、食べた
冷たい食べたあ、ヤミーヤミーって言いたいもん、ちゃんとちゃんと食べて、ヤミーほら、乗っかっていこう自分のここ変だなって思うとこは何ですか。あ、25歳で YouTuber を始めるとこですかね。うん、変じゃなかったらまずここにいない。そして前々に一番突き刺すそう。あの夢を食べてみたかったんだね。あ、そう、夢を叶えたこと。食べて食べて食べて。みんなのさ、50年後みたいな話あったよね。はい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 。まあ、描くわけやん、そのさ、自分の理想って、まあ、ある程度頭の中で描くでしょ。はいはい。そのさ、描いた理想はさ、みんな的に大丈夫そうなの。まだあの好きで言ってくれるファンの人たちとお茶会開くっていうのがずっといいと思う。いやいや、もうチャーミングだから、こう語りでしょ、並べてレンタル、うちスナックやりたい。ああ、あ、マジでこれ言ってる。スナックレンタルやりたい。いいね。え、だけ絶対うちスキンヘッドにして、あの毛全部剃って、あのめっちゃかっこいいおばあちゃんになりたくて。あ、そうして、でさ、ちょっとさ、手作りクッキーとか出して、お味はどう？ドラマにしそうな。ねえ、バカにしそう。それはちょっと真似、ちょっと真似してんの。でもレバの真似。あ、ファンたちと一緒にローマを過ごす。あー、いいね。じゃ、君が見た私はどう？私はどう？気になる。気になる。え、前は50年後のことなんか考えない。今を生きるってこと。今を生きる。ああ、後出しじゃんけん無理無理よね。さすがに。さすがに。きいちゃん無理あるかないね。77歳。バイバイ。現実を押し付けた。あの、みんながあの思ってるのと多分違う。なんか違う未来。大丈夫、お弁当ペロペロしてない。あいつも一人で寂しいんだから。あ、そうか。ほんとに無理だよ。やばやばいやばい。一番傷つくねえ。一番傷つくやね。あの、小さな親切は大きなお世話なんで。やばい親切ではないけどね。これ親切よ。どこの世界は狂ってるなって思ったことありますか。いや、もうそれ歌詞や。歌詞じゃん。違う、今日この世界は狂ってるって思ったことありますか。そう、来てるから。え、これ歌ってるけど私。それそんなあんのっすね。はい、他には。え、この世界狂ってることたくさんあるよ。真面目にやってる人が評価されなかったりさ。マジレスやめて。マジレスすぎた。それはちょっとズルしてる人の方がさ、あのお金稼いでて。そうだね、そうだね。本当におかしいと思うんですよ、私は。止まらない、止まらない。おかしいと思います。この世界もさ、もう、あ、もう楽しみでしかない。あ、だから楽しく生きてますよ。楽しみしてないです。もう今生きてます。そうそうそう、ガチです、ガチです。私はやっぱあのあれだな、電車1分前に行くやつ。マジか。まだまだそこまで。そっからもうずっとすぐ。でもこっちが遅れた時は待ってくんないのにさ、お前は先に行っていいのかよって言ってちゃうよね。そう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 。お前まで行けよってさ。ずっと止まるな。おい、遅延した時に謝るぐらいならさ、先に行くよ。本当に先に行っても謝るよって思うよ。やばい、止まらなくなっちゃうから。え、質問来たやつ。どったのどったの。あ、じゃあ好きなさ、ご飯とかここで。ここでここで好きなの。なんでさ、好きなの。なんでさ、老後のこと聞いてその後ご飯の。やっぱ美味しい。リンゴ。リンゴうまい。そう、一緒にかじったらいい。あー、リンゴね。ラム。鶏好きだよね、鶏肉好きだよね。あと痛風になりそうなもの。うわー、美味しいね。美味しいよね、そういうのってね。生ビール。いや、お寿司だな。チーズや。あー、2人のモロフォニー。モロフォニー。モロフォニー。モロフォニーはちょっとおこぷれされたかもしれない。2人のペナルティや、これは。ペナルティ、ペナルティ。2人のクオリティ低くね。クオリティ低くね。ワン、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 ツー、ツー、フォー、アーモー、楽しみでしかない。言葉は愛なのだみたいなことってある。そういう時ってある。言葉は愛なのだっていう時。言葉は愛。そうそう、ある。君がさ、
くれたこの愛はって思う時ある？え、ある？この愛は君がくれたこの愛が何？いや、思うことあるかって聞いてんの。あるかって聞いてる。だから、あの、その君がくれたこの愛をどう思う？あるかないかって聞いてる。あるかないか。ありますよ。じゃあ、後出しやけん、無理無理とか思った時ある？うん、ありますよ。あ、無理無理無理だね。あるよね。ある。へい、提唱者みたいな。なんだっけ、提唱者？提唱者はあるのないよ。あ、MVごめんなさい。ヘイテンションじゃん。あの、なんだっけ、あの歌詞のやつ。あ、まあでも一人。傍観者ね。あ、傍観者とか思ったことある。あれ、共感者とか。共犯者、共犯者。あ、そう、共犯者とかある。共犯者。なったことある？共犯者とかに。ある。あんの？あった。え、傍観者も？傍観者もある。え、傍観者だっけ？大丈夫よ。え、大丈夫だと思う？大丈夫そうとは思う。大丈夫。でも頼られたいけど一人でいたい。ああ、まあよくあるよ。で、わがままみたい、私がしたいみたいな。あるあるある。あるある。え、君の夢を食べてみたい？君の夢食べてみたい？ちょっと待って、ちょっと待って、今、それが一番だ。今、ロケットが終わって。うせだって、ここに来たんだよね。それが一番だ。そうだよ。とか思ったことある？あるよ。あるあるある。え、ドゥピーとか思ったことある？振りついてる。え、なんかちょっとデュピーとか思ってなんでデュピーだけ振り付きなのね。思ったことある？無理無理ある。むずいなこれ。バレちゃいそう。まだまだまだいける。ユウとさミーみたい。ユウとユウ&ミーみたいな。だから君が神なのさ。いいね。バレない説。バレなかった？バレてない、バレてない。そうか、ドッキリですよ。ドッキリなの？ドッキリだよ。バレなかったみたいです。ね、バレてないみたい。やった。どこら辺で気づいた？やっぱ最後の時。いや、もっと前から気づいてた。もっと前から。どこから気づきましたかね。すごい歌詞で喋ってくるなみたいな。ね、何やってこれ聞かれてるじゃん。会話がさ、違和感ありつつ、君がくれたこの愛は感じたことあるとか言って言い出したくて。それ言ったら前々だよ。気づいたよ。前々から遊んでるよ。前々は前々は仕掛けないよ。違う違う、なんかこれやったことあるなと思って。あ、そっか、前仕掛けたのか。仕掛けたことあるのって一瞬気づいて。リンゴうまい。食べたら大変なことになるくせによ。何言ってるのか分かんなくて。あれなんだ、もう歌詞とかじゃなくて何言ってんだろう。普通だから。普通だ。え、待って、 MVTA はさ、マジで関係ないでしょ。え、関係ない。それは違う。間違えた。歌詞間違えた。なんだ、なんだね。ヘイ提唱者って言ってたけど、ヘイなの？共犯者も傍観者。すれ間違えたやつだね。まだ確認しとこうって言ったのに。なんか最初からバレてたみたいですけど、成長します。はい、頑張ります。はい、ちょっとグダグダになっちゃったんですけど、まあみんなもね、なんか楽しく乗っかってくれましたんで。乗っかって。いいよ、覚えてほしい。今のはすごい。ということで、もう何も変なこと言う前に締めたいと思います。ということで、今日の動画面白いなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。私との動画でお会いしましょう。バイバーイ。